はい、日進塾 .net の鈴木です。ですね、このチャンネルは、中小企業のウェブ担当者に向けて、弊社のノウハウを伝えていきます。今回は、自社ホームページの新規作成や リニューアルなどを任命された時の解説をします。で、解説の前に、日進塾 .net の、紹介をちょっと、お話しします。日進塾 .net とは今期17期目のホームページの制作会社です。で、 SEO とか MEO を得意としてて、SEO をやるために、ホームページや EC サイトを、17年間作り続けてきました。で、制作実績の方は17年間で1700件以上のサイトを制作しております。で、なぜね、この解説チャンネルを作って、全てのノウハウを提供するかっていうと、ですね、うちの会社がどれだけ大変なことをやってるかっていうことを、お客様に知ってもらうためとですね、あと、まあ結局はね、自社で、管理するのと外注するのと、まあ大して料金的に変わらないのかなっていうところが、分かってもらえればと思って、解説をしております。で、一生懸命勉強すれば当然うちと同じだけのことができるようになります。ただまあそれにはそれ相応のコストがかかりますので、外注した方がね、面倒くさくなくていいやっていう判断であれば外注していただいても構わないしっていうような感じですね。で、これから、本題に入りますけど、実際ですね、ホームページを、新規で作っていったり、リニューアルするにおいてですね、基本的な、もう一番基本的な知識がないと、ちょっとここがないとウェブ担当者としてはもうダメっていうところを説明します。ホームページの仕組みですね。仕組み、これどうなってるかっていうと、インターネット上にこんな感じで、サーバーが設置されております。で、このサーバーに対して例えばスマートフォンとか、パソコンからリクエストっていうのを送るわけですね。リクエスト、これがサーバー、サーバーで、PC とかスマホですね。スマホで、これリクエストを送ると、要はホームページ表示してくださいとか、リクエストを送るわけですよ。で、そうするとサーバーの方からホームページデータを送って表示させたりとか、あるいは、ページを、遷移したりとか、お問い合わせフォームに入力した内容を、フォームで、送信したりとか、まあ、さまざまなリクエストがあるんですけど、そのリクエストを送って返してくるという形になります。で、このサーバーっていうの、まあ、この、クライアントに関してはスマホだったり PC だったり、まあ、これはよく目にしてるから多分わかると思うんですけど、サーバーっていうのも、これコンピューターです。インターネット上に置いてあるコンピューターで、まあ分かりやすく言うと、インターネット上の空き家みたいなもんです。それを、借りたり、まあ無料のものを、契約したりとかっていうような感じになるんですけど、空き家で、この空き家には、実際の住所が振られてます。インターネット上には、必ず住所が振られていて、その住所ってのが IP アドレスってやつです。で、よくこの IP アドレスとかっていう言葉出てきますけど、それはインターネット上の住所みたいなもんですね。で、次にドメインですね。ドメインっていうのが、なくても
一応ここまでで実は空き家借りて住所が振られてるんで、例えば、240.168.55.95 なんてやると実はこの空き家のところを表示できちゃったり、リクエスト、住所でリクエストを送ることも実はできるんですけど、いちいちその数字の羅列なんてみんな覚えてられないわけですよね。ですからドメインっていうものを取って、インターネット上のそれは名札みたいなものです。いわゆるその看板だとか名札みたいなもので、それを、この住所にペタッと貼り付けて、例えばうちの会社なんかだと、西-新宿.net っていう風な形でリクエストを送ると、ホームページが表示されるというような形になってます。もうこの基本的なこの仕組みは、ウェブ担当者になったら、まあ、ここぐらいは確実にちょっと覚えていただかないとダメかなっていうところです。で、各用語に関しても、毎回毎回説明してますけど、検索エンジンで検索していただけると、もっと細かく分かりやすく説明してる、サイトもたくさんありますので、理解はきちっと深めておいていただくということです。で、次にですね、大事なのが、新規作成とかリニューアルでしたら、もう脱無料サービスはやらないとダメです。基本的にはインターネット上の無料サーバーとか無料の、ホームページって、例えば Wix とか Jinzu とか、いろいろ、ありますけど、結局その収益性が問題で、そのサービスが、どっかの会社に買収されたり、まあ Yahoo が持ってた、無料の、ホームページサービスっていうのがあるんですけど、ジオシティーズっていう、そのなんか20年ぐらいやってたんですけど、結局閉鎖になっちゃってもうサービス終了です。で、そうなった時にはもうそこで大当てになるわけですよ。で、そういうことがないように脱無料は必ずもう、ビジネスでホームページ、もう中小企業であろうとも、ビジネスで使ってるんであれば脱無料はしなくてはいけません。で、脱無料して、やっていけるのかどうかって不安、まあそのウェブ担当者の人はすごく不安だと思うんですけど、今はお名前 .com のサポートはこのドメインに関して、24時間365日電話サポートがあります。で、サーバーに関してもおすすめのところは桜インターネットの、レンタルサーバーのスタンダードで十分ですので、それを契約していただければ平日の、6時までサポートを受けれますので、まあ大体の会社はそれで十分大丈夫だと思います。で、そんな感じでドメインはお名前 .com、サーバーは、桜インターネットの、レンタルサーバーのスタンダード、これを契約して、で、詳しい技術的なところは電話サポートついてますから、それを利用するっていうことが、いいと思います。で、じゃあ実際ここまで来たら、別の会でですね、実際にホームページを企画したりとか、実際に、設置していくっていうのは別の回で説明していきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。